うすともおかりんです。本日もディスカバリー続きやっていこうと思います。さあまずはねコピー能力の進化からいきましょうか。いやーもうほとんどね第3段階になっちゃってきてますね。残りなんやろ、ワンチャンこれ最後かな。はい、レンジャーがパワーアップ可能で、あ、スリープ進化してないな。でもこれ進化すんのかな、寝るだけやしな。ほんでタイムクラッシュもまだ2段階目なんよな、まあ、もしかしたら次があるかもね。うわ、攻撃力4倍、連射力半分、すなわちプラスや。なんかドラえもんやんこれ。え、ドラえもんのび太の宇宙大戦争やん。わすげえ、ピクミンみたいになってる。わこれかっこいいな。どうなんねんやろ。さあ今回もサンドバッグくんのお時間です。いきます。おお、ドン。なにこれ。え、まだ、おお、プラズマボールみたいな。お、すげえすげえすげえ、これも強いぞ。2段階目はレーザービーム、1、2は一緒や。3段階目やばいな。あ、ちょっと3、これ連続で打てへんわ。なんかたまんのめっちゃ遅い。ほら効果が切れるまで無理って感じやね。オッケー。んで他のなんかないっすか。空中に浮いているターゲットスイッチは、はいはい、まあそれはわかるね。あ、よ、あー、おお、なにこれ、バブルボムみたいな。いいね。さあそれじゃあ今回も行きましょうか。次のステージ、資源エネルギープラント、こちら行きましょう。ワドルディ5体いるからね、多いよ。さあまずはちょっとこいつらを、よいしょ、スペースの餌食に。どこ行くねー、どこ行くねー、あれ倒しちゃったら貫通すんのかな。すごいなこれ、スイッチで、お前セフィロス戦やんこれ、ファイナルファンタジーの。すごいなあ。あれやろ、上のなんか鉄パイプ切り落とされて押してくんねやろ。すげえ。さあやってきました。うわこれお前潰されるやつやん。なんかテレビであったなこれ、ここで弾入れるミニゲームやってさ。まずい、よいしょ、はい。うわ、なんかこの間どっか入れそうやな。おー、多分これどっかね、どっか左右絶対行けんのよ。どっか扉あるぞ。で、ちょっと上からやから見づらいのよな。あ？コーヒー3杯で眠気覚まし。いいね。これハンマーいらんのかな。なんだこいつ。挟まるぞ！気をつけろ！うわー！なんで俺が挟まんねん、お前。ふざけんな。そして私は見逃さなかった、ここに入り口があるということに。ういー、いたー。そしてこれ上登れるようになるのよな。おおおーっと、素晴らしい。制御室へ侵入せよ。ガチャポンか、しかもでかいやつね。オッケー、こんな近くにあるとはな。まあ、ここはじゃあもうないかな。ん？挟まってる？よし。さあ。これはプレス工場？間違いなくこれ上に登れる。間違いなく上に何かある。いや、まずはこれか。ほい。あ、コーヒーやった。眠気覚まし具。2枚目。ブレ。いや、またアニメのカービィ見たなってったな。あれね、ちょうど100話なんよ。知ってた？アニメのカービィ、ちょうど100話で終わるから、しかもその1期2期みたいな感じで、50話50話なんよ。なんかすごい、映画だとしてはね、気分がいいんですよ。あぶろーっと、そこになるぞ！ほい！オッケー。さあ、これでオープンザドア。さあ、ネイティブしっかり決めて、ちょっと体力がピンチです。コーヒーでカフェイン摂取したいです。あった、これはでかい。うい、
早いぞここ気をつけろ。まずいこれ一旦退避しようか。うぃーあぶね急げ。うらなんだ手前にも右にもある。もう早すぎるやろお前これ何どういった行ったんやこれ。えファイヤーいりますやん。待てこれ絶対いけへん絶対いけへん。待てよファイヤー。ファイヤー復活せえへんしますね。素晴らしい。流されていくな。ま助ける俺が助けるぞ。まずいこれ食らったら死ぬ気をつけろ。ほっよしこれでわあなるほどこれで開くんや。よしよしよし嘘でしょ。えあゆっくりになるだけか。なるほどオッケードラゴニックで哺乳瓶回収。そしてここ上に行く。あ裏エリアありますね。オッケー行くぞ。さあここもファイヤーね。はい燃やす。これ押すんかな。なんだあこれで頬張んのか。待てよあかん来ないで来ないで。これ潰れたらあれ消えちゃうからこれ避けつつやな避けつつやな。オッケーそしてこの判断力神です。はいよいしょ。はいここねお疲れ。さあそしてこれ下進むという感じでちょっと体力回復したいな。まずいなんじゃこれケツからなんか来てる。あトルネードいるかも。トルネードあった方がいいかも。待てあかんドラゴニックは怖いです。あーコーヒーやった。オッケーコーヒーの横で寝てる敵おんねんけど。かわいい全然眠気覚ませてへんよ。うおーここでサムネを撮るのが YouTuber です。あーガチャポンなー無理です。自販機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 よいしょ。はいあよいしょ。待て待て待てすごいんですけど。おらーおらーおらー。あこれ缶ジュースで回復しようか。缶ジュースで体力回復できるぞこれいいね。ういさあこれでこれでひとまずゴールか。よしよしこれでちょっとあすげえ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 めっちゃ回復するんやけど。いいねガチャポン。これはあこれも自販機で進めるぞ。おお形がぴったりです。おお面白い面白い面白い。これ多分ぶつからずに一回も待って待って待って。あっかっかあっおおっおおあぶねえ。うーわえもうゴールやねんけどマジおもろ。こういうちょっとななんかこうパロディーじゃないけどこう吹っ切ったミニゲーム入ってくると面白いよな。神ゲーなんよこのペーパーマリオしかり。オッケーミッションはあと1個やね。なんかないっすか。なんもないっすね。ドリーンさあどうだ残り1個。一度も挟まれない。うわーそれかシンプルなミッション。うわ出た毒にまみれた巨大ガエルポイズンゲロム。体を覆う毒に守られあらゆる攻撃も跳ねのける。常に毒でお肌を守っているけどお水で潤い注げばもちもちお肌があらわになります。あー磨けば光る原石みたいなねそういうことですね。クイオッケー。じゃあ金属地の、裂け目1個目こちらツインドリルトレジャー。ドリルに迫るクレイジーパレードカー。おー面白そう。これちょっとここでスタートダッシュ決めて。はい決められない。いけ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 これは最強だ。
おい、お関係なくね、もうこうやって潜っていけばダメージ、ええとこで解除されんな、これうまいことタイミング合わしてはるわ。はい、これでドン、オッケー、くぐり抜けて、ナイス。はいはい、関係なし関係なし、ここちょっと時間を短縮していく。トゲはいけないご様子。はい、え、結構早いんじゃない、だいぶ強引やから。あか、うれ、あか、いった、これどない、かなり強引やったけど。オッケーオッケーオッケー、15秒待ったんか。これなんか星3までしかなさそうやね。なんかてっきり5とかまであるんかな思うんだけど、次1分半以内ね。ハンマーはまあため攻撃さえしてればいけそうやから、どうかな、分かりやすさはダントツで高いと思う。おい、何、なぜ外す。はい、スカーフィー、スカーフィー、落ち着いて、こっち来てよスカーフィー、なんで。はい、カブー、あかん、めっちゃ食らう俺、ハンマー向いてないわ。さあこれで次のところへ、レッツゴー。はいはいはい、これちゃんと時計回りで行きますと。はい、お、お前も回ってくれんのな、素晴らしい素晴らしい。はい、何ですかあなた、でかいですね。はい、オッケー、残り50秒、次ボス戦じゃない、2体か。これ絶対ため攻撃当てないと無理やから、初手でまず、あっか、ここなん、おし、おい、あっか、どうだ、1匹倒したよ、これ目もうたから、どっこいしょー、来たっしょ、いけー、20秒ぐらい余してんじゃない、どうだい。はい、余裕。続いて右側攻めましょう。こちらポイッと投げ込み、サーチでオン。うわー、なるほどね、そういうタイプか。いきます、あ、ポイッとポイッとポイッと、これどんだけ投げたいの、はよいって、はい、オッケー、あ、なるほど、同じステージね。おい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 、いけ、察知しろ察知しろ、ナイス。んで次右前、はい、おっとっとっと、そのタイプね、2球で攻める、これは特に難しくないかも。おいおい、どけお前、これ、うるうる、おいおい、なんだお前それ、上上がんのありかよ。で、ここ、まずやって。え、これどうしたらいいの？ 2 級の人かなあかんってこと？こうして、こうして、なんかぴょんぴょんしてる。なんかぴょんぴょんしてるんやけど。あかーん！ 1 秒過ぎてもうたー。はい。ほんで、こう1級やって、はい。ほんで、乗せとく。これ来たっしょ。完璧。早すぎる。ゴリーン。さあ、今日はもう一個やって終わりにしたいと思います。ブリザードアイストレジャー。マグマスケートは余裕っしょ。冷やして探してマグマスケート。探して？何を探すんだい？スイー。なんだこれ。はい。そういうことか。ジャンプ。オッケー。2個目。早く開けて。取らないと開かないタイプね。ここ。待てよ。はい、はい、はい、はい。オッケー。んで、多分奥に道出るから。どうなんやろ。こうして。で、手前から取っていった方がいいよね。はい、スイーッと来て。ジャンピン、待て、1個目取り逃してるぞ。
開け、早く開けて。え、あと1個目取り逃してるってどういうこと？え、どれが1個目？あ、取ってないやん。嘘。そうよな、絶対多くないよ。うわ、あと7秒でいける、これ。おらー、無理です。はい、1個目しっかり取ってれば余裕でした。ゴリーン。さあ、あとはちょっと隠しトレジャーをオープンさして終わりにしたいんやけど、あ、こっちとかあるんじゃない？なんだ？まあ、そこ出るのはわかんねんけど、その右何？何これ？え？え、これなんもないの？嘘つけ！怪しい！普通に出んのかな、ステージクリアしたら。まあ、その可能性あるね。ほんで、あ、ここか。オッケーオッケー。てこれ前のステージやったっけ、隠しトレジャー。やったか。やったな。まあ、この2個かな、ここは。はい、と言いますことで今回はこの辺で終了にしたいと思います。今日の動画いいって思ってくれたらぜひグッドボタン教えてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ、バイビー。